よさショッピング始まりました。ミッドよさショッピング担当させていただきますダイです。よろしくお願いします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあもう何回目かというゾーンに入ってちょっともうはい、やっぱ慣れてきちゃいました。はい、ミッドよさショッピング、まあ、まだまだご来店難しい状況続いてますので、まあ、動画でよりお買い物感覚楽しんでいただけ、そうなんですよ。はい、なんかね、コロナですより商品にグッとフォーカスして紹介しております。ご不明点はコメント欄で受け付けております。ぜひぜひご質問何でもね、ご要望でも大丈夫ですし、お寄せいただければと思っております。はい、よろしくお願いいたします。さあ、今回はオフホワイトです。まあ、前回の動画も合わせてご覧いただければ嬉しいです。ちょっとグスグス動画もぜひご覧ください。僕らオフホワイト大好きなんで。本当です。本当なんですか。よく言われるんですよね。言われませんか。いや、またまた。そうそう、何なんだろう。じゃあ、オフホワイトってリンクとか着てる人は着ないとかじゃないですかみたいな感じで思われてるから、なんか勘違いされてると思います。すごいよね。すっごいいいし、まあ、ちょっとご説明したいです。はい、今回はもうこれは紹介しないわけにはいかないんで、ミッドウェストショッピングにふさわしいアイテム。そうだよね。もうこのために満を持しての登場となっております。満を持してです。オフホワイトのアローキャビントローリーです。税込み116,600円、カラーブラック。ありがとうございます。かっこいいです。ご紹介させていただきます。な、出てキャリーバッグしてはもう何年目かに多分なると思うんですけど。そうですね。実はあの、はい、お取り扱いさせていただくの初めてです。そうなんです。初めましてです。初めましてです。はい、まあ、なんかやってもいいかなっていうタイミングがあったんですけど、いつもまあなかなかアドボタンさせていただくタイミングなくて、今回は新色のはずです。バッグブラック服がね意外となくて、うん、あれなんかツルッとしたやつとかは確かあったしと思うんですけど、うん、今回はこのね、まあ、うちといえばやっぱ黒じゃないですか。はい、ミッドウェストにマッチする、うん、ミッドウェストの着ていただいてお客さんにこう、うん、合うんじゃないか、いいなって思っていただけそうなのが出てきたので。そうなんですよ。お取り扱いさせていただきます。一回ぐるっと一周してみましょう。一周してみましょう。はい。ではまあ見える部分のなんかデザインのご説明みたいなところにしていきます。そうですね、そうですよね。まあ大きくはこのフォートラベル、ね、このエンボスのフォートラベル、はい、昨日もありましたけど、こちらがクォーテーションなんですね。そうですね、まあ、フォートラベルとで裏面がクロスアローです。クロスアローなんですね、はい、なんかやっぱりモダンな印象ですよね。このいつもの革小物とかの白のバツが入る。これ空港で持ってたらもう二度見しちゃいます。人気者ですよ。そこで人気者。取られないように気をつけながら。ね、116,000円。これだけじゃないよみたいな感じになっちゃうんですけど。そしてこの、はい、こういう部分ですか。スライダーの部分もフラーと書かれて、すっごい滑らかでいいシッパーです。滑りやすいです。はい。でここの部分の OW ロゴもあしらわれたり、もう結構デザイン性バチバチで。いや、やっぱこういう凝り方は。この人ならではスーツケースで買ってもやっぱりないですから。そうですね。ここでやっぱり足もすか。え、どれこのオフのクリック、素晴らしい。これもうここで回転できるんですね、はい、これ多分見てると、あ、ここにもここにもみたいなどんどん出てくるんで、すっごい面白いです、ね、このこちらの部分にも、すいません、回しすぎてごめんなさい。買って嬉しいです。こうずっと回しちゃうんじゃないですかね。大学行く時もぜひこれ使ってね、学生さんとか、はい、なんかちょっと大きい荷物あるけど、インドだけなんかこれ入れていたり、お出かけが楽しくなるね。ね、はい、革のバッグばっかでもつまらないでしょ。そうです。こんな俺も中学小学校の時これめちゃくちゃでかいバッグ持ち歩いてる。こんくらいのバッグ持ち歩いてる。人としての基礎構成。いや違う違う、なんかそれ見つけて買ってね、ただズタ袋みたいな。中学校小学校ですか。どこ行くの？ボディキャリーとか。あ、思ったことない。これは欲しい。ね、これで通勤したらいいじゃん。はい、僕出張行くときこれで。いつかパリ行けるんで、もうぜひ。いや、探します。探します。はい、フォートラベルで行きたいと思っております。はい。さあ、ということでサイズを、はい、開けながらちょっと測っていきます。そうですね。まあ、販売の7つ通りの。はい、寸法大事ですからね。寸法の、はい、このメジャーで測っていただきます。まずは幅から街からいきましょうか。はい、街がだいたい20
2cm、はい、で、幅がですね、36ぐらいですかね、はい、で高さがですね、ボギー部分で47っていう感じかな、はい、大体まあリッターで、20ぐらいの、はい、まあ、S サイズ持ち込み可能みたいな感じぐらい の、 あのスーツケースを持っていただいていいんじゃないかなと思います。十分な量ですけど、うん、もう一泊とか男性なら大丈夫です、うん、はい、僕も1週間でも大丈夫です。マジっすか。1週間でも大丈夫、もう本当は荷物持たないんだ。あ、僕なんかいっぱい服とか運んで入れちゃうんで、まあ、でもちょうどくらいです。うん、僕一回パリと出てくる、これ半分でいける。それぐらいでいけますか。これだって靴2足持ってくんだったらこれでいける。あ、本当ですか。めっちゃ少ないけど、こんなできてるやついないけど。まあ、じゃあ僕はちょっとその最初にトライしてみて。いやいや、まあ、はい。じゃあ、一回、なんか、スペック的なところをね、見ていきましょう。なんか、開けたいですね、じゃあ。いや、開けていいのかな、開くの。開きます。あ、大丈夫ですね。はい、誰も入ってない。バージョン入ってない。入ってます。はい。じゃあ、はい、開封で、行きましょう。入ってないと思うんですが、入ってたらすごいと。入ってない、ナイキも入ってない。残念。はい、あ、中もいいですね、このモダンな感じ。中はこれもオフってなってる、柄で。そうなんですよ、キューブックにオフがかたどられてるという。内袋が1個ありの、まあ、両開きパターンって言っていいのかな。そうですね、はい、はい、いや、ここもいいですね。あ、このクロスもあるし、こっちのクロスアローもあるし。本当だ、まさかのクロス係してきてるね。かけてくる。狙ってない。楽しいだろうね、これはね。これ多分作りながら言ってるですよ、ね。ここもクロスになってる。最高っすね。どうも。まあ、ここからですね。こちら側が、はい、まあ、バンドがついてます。まあ、この辺、そんなに、なんていうんだろう。すごく変わったところが、ね、あるわけじゃないので、そう、機能が大事ですからね、これも。で、こうですね、はい、で、インダストリアルなこのリングのチップスライダーで、で、こう作ると、おお、ここもなってますね。裏は、あ、さすがにだと思うんですけど、という形になってます。あ、でも見てる方でね、やっぱりホワイト好きな方も、もちろんそうじゃない方もそうですけど、うん、やっぱこういう好きなブランドから出てくるとかってなかなかないですからね。ないというのがね、ないですよね。まあ揃えて買えるなんていうことまずないと思うんで、うん、なんかそれが揃えたさありますよね、うん、なんか欲しくなっちゃうよね、コレクトしたくなっちゃうとかもあると思うんで、はい、まあちょっとお値段しますけど、お素材は、はい、まあいわゆるポリカーボネート素材です。軽量で耐久性に優れて、昔のまあ樹脂の、というかあのカチカチのやつより ABS って言われるやつですか、はい、ああいうのよりもすごい軽くなって、あの最近はこれ僕が持ってるやつよりも圧倒的に軽いですね。めちゃ軽いっすよね。めちゃくちゃ軽いね。僕も昔使ってたやつと比べてちょっと違いすぎてびっくりしました。まあ今はもうこれじゃないと思えないですけど、11万もするしね。まあそりゃそうっすね、で、このジッパーも、ジッパーの方がいいらしいよ。だからガチャンってやるやつ、金具のやつって、はい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 、なんかあそこぶっ壊らされたら終わりらしいけど、これ意外と潰れないんだって、こういうのって。あ、そうですか。あの狙われたこう開けるときに、なかなかこうファスナーのやつの方が、はいはいはい、なんていうの、ナイフで裂いたりとかしづらいって言われてるから、こっちの方がいいらしい。セキュリティ面的にも、うん、なんか買うときに意外となんかこっちの方が漏れんじゃないかって思われてるけど、なんか実はそんなことないとも聞くね。ちょっとこのスーツケース屋さんの人間じゃ分かんないけど、あ、そうですね。でプラスであのインダストリアルベルトとかもあったよりセキュリティ。ああ、いいね。もうマクはちょっと傷ついてないから、ちょっと今回は、はい、参考画像で見てみて、うん、いいですね。マクと完璧です、ね。で、まあロックはあの TSA ロックがついてます、ね。はい。初期はここオフになってます。え？これオフです。お、ほんまや。やったの？
やってくださいこれ初めはこの状態で来るので、で、あのこれすぐバレるやんいや、サーファーね、サーファーがいい波にしてると一緒じゃん。あ、確かにサーファーしますねサーファーいい波にしてるっていう噂の、え、矢沢になってるんじゃなくて、そうあ、そうなんだ怖い怖い、え、っていうか、あ、オフになるようにまずなってるっていうところが面白いね。え、うん、だからこれあれこの9の次は0でオフなんだ、こっちは。そう、なるほど、素晴らしい。それだけでもなんか価値あるな。あります、あります、本当に。で、あ、ごめん、この落ちてる部分はまあもう大体そうだからあれだけど2段階です。このぐらい、僕らこんなの紹介してる機会なかなかない何を持ってのあの変われるポイントになる部分、はい、だからまあスペック的にはちょっと高めのスーツケースぐらいのスペックだと思ってもらったらいいね。で、デザインがいいと思う、うん、オフファイトのデザイン、もうこのぐらいでも2、3インチでも持ち上げられるかな。何キロとかって書いてあるの？いや、そこは書いてない。ちょっと今書いてないから、うん、そのぐらいの重さだと思う。で、まあ僕はあのお求めいただく方のこうミッドウェストタールとしては、まあ今ちょっとやっぱり旅行とかっていうのもなかなか行かない方も増えてると思う。そうですね。なんか洋服をこうコレクションする方とかどうじゃないか。オフホワイト好きな方ではスニーカーとか、うん、なんかそういうのとかこうコレクションの洋服を飾るものとしてこう多いと思う。絵になると思うし。あ、ここら辺に服を載せとくみたいな。載せたりとかこう広げてる状態にこう積んでこう。ディスプレイ用として、あーあのビートルのバッグ積み上げてる人みたいな、あれに開けてこういろいろジュエリーとか入れてるじゃん。すごいね、贅沢ですけどそういう使い方で、いざね、これから旅行に行くって時はもう強い時に使っていただいて、贅沢。でもまあ確かに贅沢なちょっと、まあ、まあ贅沢品ではありますからね。でも洋服はね、楽しんでいただければいいよな。確かにこれをそんな風に使いたい気がしますね。僕の願望もこもってます、ね、いいじゃないですか。帰ってきてここにここに服かけちゃうみたいな。あ、素敵ですね。あ、そういう感じの使いじゃないともいいと思うし、奥さんにも可愛いって言われて使われてみたいな。ああ、そうでしょうね。まあ、怒られる時は何かくてすごく素敵でしょう。いいよ、これは本当に。まあちょっとしたご旅行ぐらいでは全然対応できると思いますし、はい、本当に少ない方でもスムーズで旅行ができるので、はい、まあ、あとおすすめポイントとしてはやっぱかなり希少性が高いっていうのが魅力的だと思います。そうそうそう、多分置いてるところが、こんな言い方したらだから大阪っていうかもう全部でもほとんどないんじゃないですか。ほとんどないと思いますね。はい、まあ、これ言ってないでその分ね、うちもやっぱ数もなかなかないので、うん、もうぜひ気になられた方はお求めいただけると。オンラインも載ってるんですよね。載ってます。はい。そうです。オンラインで買っていいんだ。はい。そうです。多分一番使いやすい色だと思います。ウェアも選ばないし、うん、結構派手な色多かったですから。まあ、ウェアがその分ちょっとカラーのあることになるは、夏はなってると思いますので、はい、そういう時もぜひ、このマットブラックを買わせていただければと思います。はい。ミッドウェストショッピングっていう名の通り、めちゃくちゃ通販っぽいの。ましたね。いいよね。このぐらいなんかアイテムこういうのいい、今までなかったアイテムが非常に嬉しいです。16,600円。ご検討ください。では高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。